朝はビーチジョンの秋の撮影をしています。今日も頑張ります。すごく楽しい撮影でハッピーな気持ちになりました。今回は秋の新作なのであったかくて、まだ暑い時期にも着れそうだし、でもちょっと肌寒くなってきてからも着れそうなアイテムがすごく多くて、ビーチジョンらしくちょっと甘さもありつつ、でもこう上品で大人っぽいところもありつつ、可愛いなっていうアイテムばっかりでした。サーマル腹巻きパジャマ、プードル柄、珍しい。ワンちゃんがいっぱいいるんですね。もうお座りしてるワンちゃんがもうこちらこちらに何匹いるのかな、ちょっと数えられないんですけどワンちゃんと一緒に撮影させていただいたんですけど、可愛くて、こんなにたくさんのワンちゃんが見れたらすごく癒されると思いますし、生地がサーマルなのでどんな時期でもすごく着やすくて動きやすいなって思いました。パンツが腹巻きになっていてお腹も温まっちゃうっていう、寒い時期にぴったりな一着です。はい、プードル柄がとっても可愛かったので一番お気に入りだったなって思います。リブフリルパジャマ、生地が軽いというか伸縮性もあってリラックスして着れそうな生地になっていて、着た時に細見えするというか、こう縦にこう長く見えるのでスタイルもよく着れるなって思いました。あとやっぱこの首元のフリルがとっても可愛くて、やっぱこの辺にボリュームがあると顔も綺麗に見えるしスタイルもよく見えるので、色味とかもシンプルだけど大人っぽさもあって可愛い一着です。パンツはお腹のところに大きめのリボンが一個ついているので可愛いですね。こうシンプルだけど甘さも忘れず、でも大人っぽくさらっと着れる一着だなって思います。このラウンジセット、サテン生地になっているので着た時にちょっとなんか大人な感じ、本当に映画の女優さんみたいな、腕についてるレースも女性らしくて可愛いなって思いました。3点セットは着やすいなって思っていて、なんかお風呂上がりとかは暑くなるのでこの上を脱いでそのままでいて、夜寝る前とかちょっと寒くなったら私はいつもこの上のコーディも一緒に着たりとかして、暑い時でも涼しい時でも着れるので着たいなって思いました。このショートパンツもスクリルになってて、これがすごく可愛くってお家でもリラックスできるウェアだなって思いました。私が今着ているホイップリーパジャマ、着心地が本当に良くて、タオルケットにそのまま包まれてるみたいな、なんかちょっと赤ちゃんになっちゃうみたいな気持ちで、デザインもパープルの感じとフラワーモチーフのデザインもすごく可愛くって、首周りも結構すっきりしてるので鎖骨も綺麗に見えますし、上は結構あったかいんですけど下はショートパンツになっているので暑さも残る時期でもさらっと着れる、夏の終わりから秋にかけて重宝する一点だなって思います。ビーチジョンの可愛いルームウェアをたくさん着てお家での時間も皆さん充実させていただけたらなと思います。そしてこれまでビーチジョンで撮影した歴代ビジュアルをまとめたメモリアルフォトアルバムを抽選でプレゼントいたします。詳細はビーチジョンの公式通販サイトをぜひご覧ください。皆さん見てください。